MG81 機関銃は第二次世界大戦でドイツ空軍が使用した合計 7.92mm の機関銃で固定式、旋回式どちらでも使用可能でベルト式球団機構を持っていた。ドラムマガジン式であった旧型のラインメタル MG15 機関銃はこれに更新されていった。1939年、ほとんどがラインメタル社製品で占められていたドイツ空軍の 航空機関銃のシェアを奪うべく、マウザー社によって MG81 が開発された。傑作機関銃である MG34 機関銃と同じく小鳥コイル反動利用式であり、これは元になった MG30 機関銃や同じく MG30 から発展した MG15 と同じ作動方式であるが、これらに比べ全長はかなり短く軽量に作られていた。 ドイツ空軍は MG81 を採用したが、その当時、マウザー社は MG34 の量産で手一杯であったため、自社系列の AG ベルリン・オーデンドルフネッカーやクリークホフ社、チェコのブルーノ社に生産が委託された。この機関銃の開発では、コストと製作時間を削減し、航空機で使用可能なように最適化することに焦点が置かれた。 1938年から1940年にかけて開発が行われ、1940年から1945年まで生産が続けられた。連想型の MG81Z は1942年に導入された。これは標準的な機関銃より小さなスペースに搭載でき、合わせて3200発、フンという高い連射能力を持っていた。 MG81Z はドイツ空軍のいくつかの機体に搭載されていた。有名なものとして一組の MG81Z が1087の D 型以降の後部座席やドルニエドゥ217のテールコーンに装備しているものが挙げられる。また、R19 と呼ばれるフィールドキットが設計されドゥ217に搭載されている。このほか、 ギスキャンと呼ばれる3組の MG81Z をユンカース 1088C-4 に機重装車用として搭載している。対戦後期にはショルダーストックと2脚、球団ベルトまたは75発入りドラムマガジンを取り付け空軍地上部隊用に転用されている。しかし、陸戦用としては発射速度が速すぎ、不評であった。一部は 海軍の U ボートにも搭載されていた FW189 の胴体後部に搭載された MG81ZMG81MG81Z ありがとうございます。